天気だな、エイバ。準備はいい。新しい冒険だぞ。すごい楽しみ。そりゃよかった。レッツゴー。気をつけてよ。お皿入ってるんだから。リビングに運んでおく。向こうに置いといて。寄付するから。ねえ、これ何？なんでもないわ。昔のおもちゃ、もういらないの。そこにいたか。嵐は収まってきたな。知らない土地は不安だけど、新しいスタートでもある。新しいこと始めたり、友達作ったり、そのうちに居場所もできるさ。だといいけど。今週から部活が始まる。新しいことに挑戦するといい。そうだね。ここはポケカクラブ。メモ見たろ？さっきポケモンの。ここでポケモンカードしてるの？そう、みんな友達だ。いるのはデッキだけ。ああ、おかえり。学校どうだ？対戦しよう。ああ、デッキ持ってきたのか。すげえ、年代物じゃん。僕も合わせるよ。やり方は？よく知らないんだ。そういうことなら僕に任せて。60枚のうち7枚を引くバトルポケモン1匹、サイドに6枚とベンチポケモン。エネルギーをつける進化。相手を倒したらサイドのカードを1枚、6枚全部取るか、相手のポケモンがいなくなったら君の勝ちだ。言い直そうか？いい、わかった。対戦しよう。私はエイバ。ジョシュアだ。ポケモンを出してエネルギーつけるんだよね。いいぞ、その調子。ストライクにエネルギーをつけて切り裂くを使う。おお、僕のピカチュウを倒した。ってことは、やった、サイドが取れる。すげえ、終わった。進化のイカ槌、ベンチで進化、デルタチャージ、スーパーポケモン回収、表 EV 進化、特性で気絶させて技で攻撃で、僕の勝ち。僕はジョシュア、ポケモンで対戦しようぜ。手加減してやる。にしても君弱すぎ。それじゃあこっちはこうしてやる。どうかしたか？新しいこと挑戦したけど、ケーキは失敗、アーチェリーはできん、蜂にも刺された。痛かった。それにポケモンの対戦で負けた。みんなが見てる前で。パパもこのゲームをやるたびに負けてたもんだよ。コツを見つけるまでね。教えようか？そんなこと教えて。それじゃ、ポケモンを選んで。謎の草。よし、じゃあコツを教えるぞ。目を閉じて、謎の草を頭に浮かべて。お前の友達だ。いつもどんな時も一緒にいる。そして一緒に強くなる。お前たちの絆もどんどん強くなる。このゲームをするときは
バトルを思い描くのがコツだ。広いスタジアム、相棒のポケモン、調子は絶好調。そう思うと不思議と勝てる。再戦お願い。その挑戦受けてたっす。バトルを思い描くのがコツだ。広いスタジアム。謎の草をバトル場に置く。君の謎の草対僕の EV だな。君が先行だ。嘘でしょ。女子はあなたにも見えてる。何が。なんでもない。エネルギーをつけて謎の草をパワーアップよ。謎の草葉っぱカッター。ドカーン。ナイスファイト。けどこれからだぜ。ベンチにポケモンを3匹出す。ビシッビシッビシッ。そしてイーブイを進化させてガンダッパ。それってキラーカード。めっちゃすごくない。そうなんだよ、すごすぎちゃって。この一匹になったな、エイバー。次はどうする？いろんな可能性があるんだ。違う、それじゃない。違う。ダメ、それでもない。違う。その草。思いついた。魔剣気ハチマキで謎の草をパワーアップ。いけ謎の草。さげえ、そんな手があったとは。5、6、私勝っちゃったみたい。すげえ、乾杯だ。文句なくて今の勝ち。おお、謎の草一匹で。君本当に強いんだね。すごく楽しかった、ありがとう。次は誰。誰もいない、君の全勝だ。謎の草でキャッチ。ほらこれ、我らがポケカクラブへ。入っていいの？やったー、ポケカクラブ。今日から入会。私が。イエスイエスイエス。あは。新入りはなかなかやるみたいね。けどチャンピオンシップポイントがかかった。本物の試合でも通用するとは限らない。それはダンスはイケてたよ。今の誰。セレスティンだ、この学校のトッププレイヤー。何の話してたの。リージョナル大会